ここでは偶数バージョンの解の公式の例題について一緒に見ていきますこの問題の方針と解き方をそれぞれ詳しく確認していきましょうではまず方針からですね解の公式で b の部分が偶数なら偶数バージョンを使おうということでしたよね普通の解の公式はこうやったんですね ax+bx+c=0 2, 乗 b x 2乗、c、0なら x は 2a 分のト b b 2 4 a c ということでした で偶数バージョンっていうのはこの b のところが偶数になっている時っていうことをやったんですね、x、の係数が偶数、まあ、つまり 2m などとしましょうこの時どうなるかっていうとここを半分にした数字を使うんですね 2m なら半分にしたら m だとその時に解の公式は x イコール a 分の m プラマイルート m2 乗引く ac とななるんでですすね。違いはここですと。係数の部分がなくなるんですね。 この偶数バージョンを利用すれば計算ミスも減りますし時間短縮になるんでねそれほど難しくないから積極的に使っていこうということだったんですねもうここを半分にするだけでいいのでね練習すれば絶対できるようになりますでは括弧一1からいきましょう 5x2 乗マイナス 8x マイナス5イコール0なんですね b の部分が偶数になってるんでこれは偶数バージョンが使えますということはここを半分にしたマイナス4を使うんですね マイナス4を使って a 分のです今回の a は5でですすね。ですから5分のとなります。でマイナスの m っていうことはマイナスのこの半分であるこいつを使うんですねマイナスのマイナス4となります。でプラマイルートになって m2 乗ということでマイナス4の2乗を使います。-a×c ですね。なので今回は引く5 ×ス5ということでねルートの中はこの式になります。 であとは計算を進めていくだけですね。マイナスのマイナス4はプラス4です。で、ルートの中身はマイナス4の2乗は16です。マイナス 5× かけるマイナス5はプラスの25ですね。2つ合わせれば41となります。で、これ以上計算できないんで、もうここで答えという流れですね。OK でしょうか。では次、カッコ2ですね。マイナス x2 乗プラス 6x マイナス4イコール0です。今回またね、ここが偶数なんで、偶数バージョンが使えるなということが分かります。 ただその前にですねやっぱり x 乗の係数がス1っていうのはねこれやりにくいんでまず両辺をねス1倍するまあもしくは1で割るでもいいですがどちらでもいいんでねこの x 乗の係数をプラスにしてあげましょうということで x 2乗 −6x プラス4イコール0ということになりますねでここでこの6の半分であるねス3を使って偶数バージョンの解の公式を使っていくということになりますまず分母は a 分のですね 今回の a は1ですので1分のです。もう慣れてる人はこれ書かないです。まあ一応ここは書いておきましょう。1分のですね。でその次はマイナス m ですね。マイナス半分にしたやつです。ですからマイナスのマイナス3ですね。そしてプラマイルートでこの半分にしたやつの2乗。引く a×c ですね。ですから今回は 1×4 ということになります。 1> で1分のですからもう分母は書く必要ないですでマイナスのマイナスはの3ですねでルートの中計算したらマイナス3の2乗は9ですで1かける4は4ですね9く4は5ですですラスから3プラス,マイナスルート5ともう一気に答えにいけるんですね OK でしょうかでは次カッコさんいきましょうカッコさんはですねまずもう分数係数とかがややこしいんでとりあえずなんちゃら倍して全部整数にしちゃいたいんですね そしたらこっちが二分のでこっちが三分のなんで両辺を六倍したらいいことがわかりますでさらにこの x 二乗の係数がマイナスついてるんでねこのマイナスを消すためにもマイナス六倍すればいいということがわかりますよねそしたらマイナス六倍すればこの式が出てきてくれますでこれを見たらですねこの b の部分が偶数になってるんであこれは解の公式の偶数バージョンが使えるじゃないかというふうに判断できるんですね ということで半分にしたプラス2をね用意しといてそれから偶数バージョンを使っていくんですねまずは a 分のがスタートです今回は3分のとなりますねそしてマイナス m ですマイナス半分にしたやつなんでマイナスのこのプラス2マイナス2となりますねでプラマイルートでこの半分にしたやつの2乗2の2乗がきます引く a かける c ですねですから3るマイナス6となりますであとはルートの中を計算するだけですね 2の2乗は4です。そしてマイナマ3ナス6はプラス18ですね。ということは 4+18 が22でねこれはこれ以上整理できないんでここが答えという流れです。OK でしょうかはいということでここでは偶数バージョン解の公式の例題について見ていきました。どうでしょうか理解できましたでしょうかねあとは自分でもノーヒントで再現できるようにこの問題の類題などを見つけてしっかり練習して身につけておきましょう。